山田隆氏は中央競馬美穂トレーニングセンターの機種、東京都出身。小学3年生だった2006年にディープインパクトが引退の花道を飾った有馬記念をテレビで観戦し、竹豊に憧れを抱く。中学校では乗馬クラブに通ったが、中学3年時に受験した JRA 競馬学校の試験には一時試験で不合格となる。 馬術部のある東京都立農芸高等学校に進学したが、2回目の受験でも面接でうまく回答できず、頭が真っ白になり、一時試験で不合格になってしまう。その後はトレーニングに綱登りを取り入れるなど、フィジカル面での強化に励み、高校2年生時に3度目の挑戦で、競馬学校に合格する。2018年2月に競馬学校を卒業。 母子家庭育ちであり、競馬学校卒業時には、今まで母親には苦労をかけてきたので、今後は、ジョッキーとして恩返しをしたい。それと、弟二人の学費を出してあげたいと抱負を語った。3月に、同年の新人では、唯一の美保所属騎手として、小宮山悟る級者からデビュー。同年4月14日の福島 6R を、イッペルラーニオで制し、 初起乗から31戦目で JRA 初勝利を挙げた。同年10月13日に、後日のミスにより、翌日から2019年1月13日まで3ヶ月間の非乗停止処分を受けた。2019年1月24日、笠松競馬場のゴールドジュニアで、エリアントに起乗して、重傷初挑戦の予定だったが、回収までっぱなし生まして、競争除外となってしまった。 ジンバもに怪我はなかった。2020年4月11日、ニュージーランドトロフィーでシャチに起乗して、重傷初起乗を果たすと、同年12月20日には、アサヒハイフューチュリティステークスで、ビゾンテノブファローに起乗し、GI 初起乗を果たす。2018年10月13日の新潟 6R において、北、ところな音が所有する。 競争場で2番人気のペーシャエリートに起乗した。レースは、ダート2500メートルの長丁場で、スタートから先手を取ったが、直線に入ったことでまだ1周以上の距離があるのに、短距離のレースと誤認した山田は1周目のスタンド前、直線で突如無知を入れて、必死に追う動作を見せる。そのまま後続に差をつけて1周目のゴール板を通過すると、大きく、外に誘導して減速し、 内を通る、後続場に次々と追い抜かされてしまう。レースがまだ続いていることに気づいた山田は慌てて、隊列に戻ったものの、一着から4秒8離された、再位に終わった。レース終了後、JRA より山田がレースの距離を誤認したことが正式に発表された。この前代未聞の出来事により、翌日の10月14日より、 最低委員会の議定があるまでの起乗停止処分が課された。距離の5人による起乗停止は JRA 史上初の陳事であった。11月7日、JRA の最低委員会は山田が機手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規定第147条第19号が定める競馬の構成確保について、 業務上の注意義務に違反したものに該当するとして、レース翌日から2019年1月13日までの3ヶ月間の非常停止処分を決定した。週刊朝日の報道によれば、山田は距離が2500メートルであることをレース前から認識していたものの、調教師から絶対、花池と指示をされたことで逃げることに必死になり、一周目の 4コーナーを回った時点で、まだ集会が残っていることが、頭から飛んでしまったと説明しているという。非常停止解除時期が3日間開催の2日目であった、ため、解除翌日の1月14日の起場で復帰。復帰第1号は、中山 3R のペイシャラトゥールであり、問題となったペイシャエリートと、同じ北署の所有場での復帰となった。これは、 注意義務違反の処分を受けた際に、山田は迅速に調教師の小宮山と同伴ながらも北署に直接面会した上でこの件を謝罪し、北署もその反省と謝罪を受け入れ、さらに迅速な対応を評価した返礼として、山田の復帰日に北署がもう一度機上のチャンスを与えようとの計らいによるものであった。さらに、両者の関係はこれだけにとどまらず、 同年2月10日の騎場において東京 7R のペイシャボムで復帰後初勝利となった。その前の勝利も北所所有の競争場であるペイシャリルキスであり、またデビュー当初、距離五人以前より北所の所有場における主戦騎手を務めているなど縁は深い関係となっている。騎手名館 JRA を参照。ありがとうございます。